どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はレッドアイズデッキ強化きましたけども、新パック見てね、レッドアイズ、まあちなみにあのキャラクターはね、女版城之内と、女版城之内って言われている石津石原さんをね使っていきます。言われてるんでしょうかちょっとまあこれどうやら理解したようだな、これがデュエルリンクスだと、まあそういうことです。で、レッドアイズ何が強化されたかっていうと、これですよね。レッドアイズメタルナイトギアフリード、ギアフリード強いしかっこいい、いや好きだわこのモンスター。あの僕紙の方でもね、あのレッドアイズデッキは組んでるんですよ、 OCG の方でもねあもうそのデッキにはもはやギアフリード入ってないんですけど、でもあの使ってたことはあるんですよこのモンスター。やっぱね使っリンクスにやっと来てくれたんだけど、これやっぱ強いわ、強い強いっす。効果説明していきます。1ターンに1度このカードに装備カードが装備されると、その装備カードを破壊して相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚選んで破壊します。選んで、そう対象に取らないんですよ。強いよねやっぱり、ね、選んで破壊は強い。装備カードを装備したらそれを破壊して、相手の魔法トラップを破壊するっていう、ね、そういうギミックですね。でこのカード、この効果とコンボするのが一番やっぱ強いのは、まず一つ目こうね、あのブラックメタルドラゴン、これを、まあ、レッドアイズモンスターに装備して、でこれを破壊して相手の魔法トラップを破壊しつつ、レッドアイズ魔法トラップカードを、あ違うレッドアイズカードか、レッドアイズカードをサーチする、モンスターでも魔法トラップでもねっていう、まず効果、これが相性がいい。もう一つこれ鎖付きダイナマイト、これね、あの爆薬がめちゃくちゃ強くて、何が強いかっていうと、これね、このカードが効果で、まあ、一応500ポイントアップの装備カードとして付けられるんですけども、このカードが効果で破壊されると、フィールドのカードを何でも1枚破壊するんですよ、まあ、こう強制なんですけど、何が起きるかっていうと、ギアフリードに鎖付きダイナマイトを装備すると、ギアフリードの効果でダイナマイトが爆発して、まず魔法トラップカードを1枚選んで破壊しますよ。でこいつが破壊されたんで、効果でフィールドのカードを1枚破壊しますよ。つまりこのモンスター、このおじさんにこの爆弾を装備させると、なんと2枚破壊するっていう、1枚で2枚破壊するっていうね、バカドーっていうねことが起きるんですよ。いや素晴らしいコンボだ、まあ、これはねあの有名なコンボでもあるんですけれども、まあ、今回はこれをギミックのメインにしていきたいので、まあ、だから融合モンスターであるこの、レッドアイズフュージョンから出せるスラッシュ、このスラッシュは、まあ、1枚でいいです。もうなんかフュージョン1枚でいいです。フュージョン1枚にした、今回は。なんでかっていうと、そのギアフリードを活躍させるっていうデッキだから、このデッキは。で、他にも装備魔法ね、まあ、もちろんレッドアイズにも相性がいいし、まあ、一応ギアフリードにも相性いいっていうか、まあ強い脳死で強い装備魔法、ガーディアンの力。そしてね、実はね、こいつの隠されたマルギバンの効果、まあ、隠されてはないんだけど、1ターンに1度このカードに装備されている自分のフィールドの装備カード1枚墓地を送ると、墓地のレベル7以下のレッドアイズを蘇生しますっていうことを持ってるんですよ。だから1回出して死んでしまったレッドアイズスラッシュドラゴンとか、レッドアイズインサイドで墓地に送っておいたエビルデーモンとか、この辺が全部ですね蘇ります、こいつの効果で。これも強いんですよね、結構強いです。で、あとは蘇生魔法、蘇生魔法じゃない、蘇生トラップ、レッドアイズスピリッツとか、リターンオブレッドアイズとかね、この辺を使って蘇生して戦っていくっていう感じになりますね。で、やっぱね、一番ね、相性がいいカードがね、その、ギアフリードと、これなんですよね、あのベビードラゴン。これ戦闘破壊されると、敵からレッドアイズを特殊召喚してこいつを装備するっていう効果なんだけど、これ装備するんで、ギアフリードに装備すると魔法トラップ1枚破壊するんですよ。で、装備カード状態のこいつが墓地を送られると、レベル1のドラゴンズゴモンスターをデッキか墓地から回収できるんで、これ一回使ったメタルとかも回収できたりするんですよね。で結構強くて、まあ、そんなにたくさん入れても、その戦闘破壊してくれる環境じゃないかなと思ってるんで、まあ、1枚ぐらいにしてるんですけど、まあ、これ、まあ、初動として数えるんだったら、もう少し入れてもいいかもしれないね。はい。というわけで、早速、ギアフリードによる、ギアフリードのための、ギアフリードデッキ、やっていきましょう。女版城之内でな。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、変態仮面、HK 変態仮面さん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。マーキングカール、
オーケー、ギアフリード召喚、ギアフリード召喚、マーキングカードか、まあ、ブラックマジシャンってことは、ブラックマジシャンってことはですね、ブラックマジシャンか、これめちゃくちゃ強いかもしれないな。ブラックマジシャンだった場合、これマジで強いぞ。あのギアフリード、これ多分コズミックサイクロンとかさすがに入ってないと思うんだよね、あのあっちのデッキって、まあ、一応確認しますけど、これ多分クソ強いまである、これこれクソ強いかもしんない。ブラックマジシャンデッキ相手にね、このね、盤面先行盤面、サノロッキー光りますか、光りません、コズミックサイクロンないね、オッケー。だからあのこの腐れつきダイナマイトを装備するっていう、まあそうですよ、ロットですよね。でロットからの、魔導陣か、まあ魔導陣、はい、魔導陣、オッケー、魔導陣オッケー。ナビゲートあんのかどうかって話あるな、あとは。で魔導陣いいよいいよ、デッキトップさあ、な成果得られるのかな、何か成果は得られるんでしょうか。あ、何の成果も得られませんでしたかわいそうに、かわいそうにな。セットセット、ちょっと今からダイナマイト爆発させようと思います。よろしいでしょうか、いけ、腐りつきダイナマイト、ギアフリードに装備し、ギアフリードの効果、装備カードが装備された場合、装備カードを破壊し、相手の魔法トラップカードを1枚選んで破壊していく。そしてダイナマイトが爆発したんで、爆発したことによってこのカードも破壊していく。おっしゃおらー、さらに手札よりブラックメタルドラゴンの効果を発動、レッドアイズモンスターに装備し、ギアフリードの効果バカーンって爆発させて、でうわがつい強すぎー、あ強すぎー、あ強い、あ強い、あ強い。でエンサイト、エンサイト、インサイトエビル、インサイトエビル、レッドアイズ、あこれはこれはやばいことが起きるんだ。レッドアイズスピリッツ効果、レッドアイズライトニングロード、エビルデーモンも特殊召喚、そしてデュアル宣言、うわあちょっと待って、一応スキル使うか、なんだこれ強すぎない、ちょっと待って、なにこれ、なんだこれ、なんだこれ強すぎだろ、なんだこのデッキ、神のデッキだ、神ゲーだ。いやなんかこの女版城之内のスキルやっぱ強えな、この女版城之内のなんか墓所封印とかいう最強のスキル強すぎるわ、やっぱこのスキル最強だデュエルリンクスマジでさ、スキルこれほとんどさ、なんかこれ一択しかないのやばすぎない、神ゲーなんだけど、ちょ運営さん聞いてます、神ゲーすぎてなんか今スキルの選択肢がほんとこれしかないから、ちょっとほんとどうにかして、どうにかして、まあ、どうにかしてっつったって墓所封印なんかねあれなんだよね、ただねその難しいところは墓所封印って、忍者が強くない、あの墓所封印の難しいところはね、あの他のやっぱなんかなんていうのかな、なんかパワーが少し低いデッキがパワーの高いデッキに勝つのに必要なスキルなんですよこれ。なのになんかパワーの高いデッキがなんか墓所封印使っちゃってるから今、それが本当意味わかんないって感じなんだよね。まあ、長編ギアあったらやばいんで、長編ギアあったら本当終わるんで、終わるんでね、長編ギア終わりなんで、まあ、こうするしかないんじゃない、でターン終了ですよね。あの忍者も多分この1個前の動画にしてると思うんでね、よかったら見てください、まあ、ビカビカ光ってんで、分身の術ですよね、はい了解です。長編ギアはねもう打たれたら終わりなんでね、基本的にはあなたと私で超融合されるんで、忍者版あなたと私で超融合っていうね、詳しくは忍者編の動画を見てください。あやばい、マジで言ってるそれ、あやばい、それはやばい、あちょっと待って、やばい、ブルーレッド、いやそれはやばいわ、やべえ、終わったかこれ、ちょっと待って、そんな分身の術の使い方うまい、それクソ強いな、でもそれめちゃくちゃ強いな。でレッド忍者の効果でリバースして、それはオッケー、大丈夫だ、セーフ、危ない。で判定召喚したから、忍者回収か、あ石器竜だこれ、あ終わった、あ半蔵だ、危ない、石器竜ではない、なんだ石器竜にすればいいのに、はいはい。でブルーで今の破壊か、危ない、今ちょっと相手の指運が悪かっただけで
今普通に魔法とトラップ破壊されそうになったわ今。危ねえ。半蔵ね。で半蔵召喚して忍法をサーチね。バトルフェイズね。あ、殴っていただける、殴っていただけるんですね。なるほど。でベビードラゴンの効果でギアフリード特殊召喚する。でベビードラゴンを装備する。でギアフリードの効果、このカードに装備カードが装備された場合、それを破壊し相手の魔法トラップカードを1枚を選んで破壊していく。セットカードか、超変化だったらやべえかな。忍法変化ですか、なるほど。でこれ今あの、ね、ダメージステップなんで、今ダメージステップだったんですよ。だから発動できないんですよ、あのカード強いっしょ。どうしよう。まずね、ブラックメタル装備だね。ブラックメタル装備でギアクリードの効果で魔法トラップを破壊したいなっていう、それ破壊したいな、それ守るよね。で忍者を除外して守る。でブラックメタル効果、ブラックメタル効果でインサイトを持ってくる。でインサイトの効果発動、レッドアイズインサイトによってレッドアイズライトニングロードエブリデイモン墓地の国、レッドアイズ魔法トラップカードスピリッツを手に加えていく。そしてですね、装備カードを装備します。レッドアイズギアフリードに装備、そしてギアフリードの効果発動、自身に装備されている装備カードを墓地に送ることによって墓地のレッドアイズモンスター一体を特殊召喚、入れよレッドアイズライトニングロードエビルデーモンデュアル宣言、くらえエビルズバーニング、うおーすげえギアフリードガチ強いな。バトル、うわーほらしっかりと分からせていく。女版城之内つえー、城之内で使いてー。なんかこのなんか城之内、このなんか女版城之内胸でけえな。石タールさんって結構隠れ巨乳で有名ですからね、けどでかいんですよね。でもちなみになんですけどもね、遊戯王のキャラクターの中で一番可愛いのはね、僕ね、あのアークファイブっていうアニメのね、ゆずちゃんだと思うんですよね。あの今回の幻想っていうあの新パックで登場した幻想デッキを使うゆずちゃん、あめっちゃ可愛いんですよ。誘拐すぐ誘拐されるんですけどね、すぐ誘拐されるんだけどなんか名探偵コナンみたいな、あの事件に巻き込まれやすい体質なんですよね、あの人で。レッドスラッシュドラゴンを融合召喚していく、融合召喚をしていく。何ですかね、あれなんかずっと光ってるんですよね、ずっと光ってるんだが、セットして次はいいや。バトルフェイズいけ、ダークメガフレアのどき、はい、レッドアイズギアフリードを装備、よし、なお終了だ。大丈夫か、城之内、城之内も歯応えがねえな、残りなくしてんだぞ。大丈夫か、レッドお前のカードだぞこれこれはお前のカードやぞ。竜破壊の証、やばそうな気配する。バスターブレイダー OK、 バスターブレイダーちょっとなんかあのちっちゃいドラゴンだけやめて、やべえあでも言うてかギアフリードいるわ、多分まあなんとかなるか。ギアフリードおるから、ギアフリードはね幸いでドラゴン族じゃないんですよ、幸いで、ね、あのギアフリードのパイセンはドラゴン族ではない。あ、いけるわこれ、腐れつきダイナマイトあるし大丈夫、問題ない。レッドアイズスラッシュドラゴンは死んでもいい、いけるわ。いやこれ意外とこれ分からせられるんじゃない、これそのバスターブレイダーとかいうなんか陰キャモンスター、クソ陰キャモンスター強えな、このクソ陰キャモンスターに分からせていこう。それ OK、 OK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  で、まあ、殴られて、42400、ヘルモスの爪、ヘレモスの爪ってなんだ、ヘレモスの爪なんだ、なんかあれかドラゴン族とかそういう系のやつをもちろんやばいな。ブラックドラゴンソードちょっと待って、あれこれドラゴンのなんか数だけなんか立て上がるみたいなやつだよね、これやばいんじゃね、これやばいんじゃね、やばい、どう嘘だろ、
嘘だろ。え、ちょっと待って、落ち着いて、一回落ち着いて、城之内さん、城之内さん、これあなたのカードなんですけど。